はい、今回は OCN モバイル1、こちらのファーウェイノバライト3に関しての雑談やっていこうと思います。まあ、昨日の動画でね、ルルカは楽天モバイルでファーウェイノバライト3購入しましたっていう動画上げたんですけれど、まあ、ルルカが待ちきれないで購入してしまったファーウェイノバライト3、OCN モバイルでも昨日のね、10時から販売がスタートしました。一応ね、値段の方がクローズだったので、いくらかわからなかった状態だったんでね、興味はあったんだけど、もうなんかね、待ちきれないで楽天モバイルで購入してしまいました。で、結果的な値段なんですけど、こんな感じになります。税抜き8800円。税込みで9504円になります。まあ、楽天モバイルより少し安いですね。この辺に関しては、もともとこの値段だったのか、楽天モバイルの値段を見てね、後出しでちょっと下げたのか、まあ、その辺に関してはちょっとわからないんですけれど、楽天よりは少し安め。ってことで、どうだったんでしょうね。結果的になるけど、ルルカはプラス割を使ったので、まあ、この値段よりはね、安く購入できた。ですけれど、さらにね、OCN モバイルさん、攻めてきて、まあ、こんなのもね、同時にスタートしました。何かっていうとね、2年間ずっと1280円っていうことで、一番安い音声プランになるんですけれど、実際は24ヶ月間320円引きしますよっていうサービスになります。OCN モバイルね、最低時する場合って6ヶ月間契約することになるので、約1800円ぐらいかな、割引されるってことになります。まあ、地味にでかいですよね。正直、昨日ね、欲しくなってしまって楽天モバイルプラス割で契約したんですけれど、トータル費用で考えると、この1800円引きも入ってね、OCN モバイル1で契約した方が安いと思います。まあ、少なくてもね、新規で購入する場合に関しては、こっちで契約した方が安いと思います。プラス割が効くと、まあ、いい勝負になるんじゃないかなって気はするんですけど、プラス割だとね、5000円引き、プラス3ヶ月間無料がつくんでね。それにしてもね、やっぱ OCN モバイル1、楽天モバイルがね、安いなと思ったけど、まあ、それぐらいのところはね、軽くね、攻めてくるよねっていう感じになっています。新規で契約するのであれば、まあ、OCN モバイル1の方が安いよと。なんですけどね、まあ、ルルカ的な推しとしては、まあ、OCN モバイル1もね、使っていて、まあ、低速回線とかがね、光る部分あったりするんだけど、やっぱね、ぜひね、一回ね、まあ、自分的には推している楽天モバイルのね、スーパー放題は一回触っていただきたいなっていう部分はあります。1メガね、使い放題っていうのは、触ったことない方はね、ぜひ一度経験していただきたいなと。意外と1メガ何でもできちゃうぞ、みたいなね。まあね、もう契約してしまったファーウェイノバライト3に関してはね、23時の午前中に届きますので、まあ、届き次第ね、いろいろレビュー等はやりたいと思うんですけれど、こういう感じで OCN モバイル1も攻めてきましたよってお話です。このね、ファーウェイノバライト3にも適用されるずっとね、300円引きってやつなんですけど、もちろんなんだけど、その前に紹介したね、OCN モバイルさんがかなり激安で売ってるよって話した、このノバ3、こちらにももちろん適用されます。で、現在も、一回ね、在庫の追加されたんですけど、アイリスパープルとブラック、追加分も売り切れてしまいました。まだレッドは在庫あるんですけれど、こちらに関しても、2月8日まで同じ価格で販売されていて、なおかつ、もちろんね、先ほどの割引が適用されますので、ちょっとね、前に購入された方、残念かもしれないんですけれど、ちょっと前に購入された方よりも、最大でね、24ヶ月間、300円引き。で、最低時で持とうと思っていた方であれば、6ヶ月間にはなるんですけれど、その間ね、300円引きになるってことで、ルルカが紹介した時よりもさらにお得感が少しですけどアップしました。まあ、そんな感じで、まあ、今回 OCN モバイルさん、ファーウェイノバライト3っていう新しい端末だったりとか、まあ、新しいね、キャンペーン、割引キャンペーンですね、始めましたので、興味がある方。で、まだね、契約されていなかった方は、楽天モバイルにはね、楽天モバイルの良さがありますので、楽天モバイルで契約するっていうのももちろんいいと思いますし、値段だけだったりとか、あと OCN モバイル1の回線に興味があったなって方であれば、OCN モバイル1で契約する。って感じで、まあ、いろいろね、選択肢が出ていいんじゃないかなと思います。端末単体で買いたいんであれば、イオンモバイルで購入することもできるようなんですけれど、単体で買った場合がね、28,000 円とか、ほぼほぼね、定価みたいな価格でしか購入できなかったんで、ファーウェイノバライト3ね。だとすると、トータル費用で考えてもね、音声SIMと契約した方が、トータルでね、考えると安くなるんで、継続とかすることによって、追加料金とかが発生すると、超える場合もあるかもしれないんですけれど、普通にね、最低時で考えれば、音声SIMと契約した方が安くなるので、個人的にはね、まあ、端末だけ購入するぐらいであれば、音声と一緒に契約するのもありじゃないのかなと思います。そんな感じで、今回この辺で終わると思います。よろしければ、チャンネル登録、いいね、コメントお願いいたします。今回も動画の最後まで見ていただいてありがとうございました。